アメリカ合衆国国防長官はアメリカ合衆国の連邦政府において国防政策を担当し国防総省の長としてアメリカ軍及び州兵を統括する行政府の長官である。列国における国防大臣に相当する。国防長官は第二次世界大戦終戦後従来は大統領に直属していた陸軍長官、海軍長官、新設された。 空軍長官の三長官を統括、指揮する役職として創設された。初代国防長官、ジェームズ・フォレスタルは、太平洋戦争時には、海軍長官として活躍したが、国防長官に就任すると空軍との確執、圧力に悩んで、ノイ・ローゼに陥り自殺した。後任のジョンソン国防長官も任に耐えなかったため、当時のトルーマン大統領は、苦肉の策として、前年に、 国務長官を退任して引退したばかりのジョージ・マーシャルを第三大国防長官に起用した。マーシャルは第二次世界大戦中に陸軍参謀総長を務めた経歴がある陸軍元帥で合衆国宝展で国防長官の任用は過去10年間軍務についていないものであることが定められていることに定職したが全国務長官という立場と 国防総省の混乱という状況に鑑み、特例として上院はこれを承認した。このマーシャルの下で国防総省の組織と制度が整えられ、今日に至っている。ありがとうございます。